矢口さん、アイクさん、こんばんは。こんばんは。秋翔の矢口さん、今とりあえずハマっているものは何ですか？うん、実家坊主さんからです。いやもうさ、はい、あなたはさ、もう秋翔どころかさ、あのやりたいって言うだけ翔音楽とかやりたいって言うだけ翔ですよ。飽き性までもいけないぐらいの。いや、言ってもですよ、まあ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 、たまにね、やっぱりテレビですから、やりたいって言わなきゃいけないとかね、あるわけじゃないですか。じゃあそんな感じでテレビやってたんだ。でもね、私結構濁してるはずなんです、最後の方。やりたいとは言ってない。いや、これだったらできるかもしれないですねみたいなのとか。はっきりやりたいとは言わないわけね。いや、これは今までの中で私ちょっとピンときてますよ的なね。でも今ハマってるものがあるんです。さ、私にもあるんです、一応ずっとハマってるものは。はいはい、何？ボウリング。嘘だよ。なんで嘘？いや、じゃあフォーム見せてみなさいよ。あの、私はね、私はマイボール持ってますから。私も持ってますから。マイシューズ持ってますよ。持ってますから。あ、マイバッグ持ってますから、ね、持ってますから。おーあー、そう、低い。なにそれ、全然うまそうじゃないんですけど。この後ろかっこいいでしょ。いや、わかる。あ、本当にわかる人じゃないとわかんない、はいはい、このボールをさ、はいはい、そこまで後ろ行くぐらい俺行くからね。いや、低いとこから。私は女子じゃないですかね。そこまで無理しないカーブボールの投げ方なんです。まずこのね、後ろに持っていく力はここの振り子だけです。だからボールの重さに任せればいいんです。わかります？いや、そりゃそうだよ。そう、そりゃそうだよ。で、投げる時にこう、こう、わかります？コップに水が入ってると思ってまっすぐ。もうね、これがね、一応ね、はっきり言ってホームです。ホーム。あのね、はい、その状態で俺と話をしないでこの手がどうとか。シェイクハンドでしょ、だから。そんなもんね、だから基本中の基本っていうか、いや、一番最初に教わることだからね。それはだから握手だよ、握手。一番最初に教わったんです。それをね、はいはい、こんなね、公共の電波でね、話すんじゃないよ。いや、だって今から始めようって思ってる女子だっているかもしれないじゃないですか。もっと僕はね、深い話をしたいんですよ。やっぱはい、レーンとの相性がね、あんま合わなくてね、みたいな。そこまで言ってないですか。そういう話をしたわけですよ。そんなのはね、そういう時は一部しかね、盛り上がらないです。いや、私は全体的に分かる話をしたいです。やっぱ朝市に行くとすごいよね、みたいなね。滑っちゃって大変だよね、みたいなさ。そういう話をね、しないで、どうすんですか。なんでよ。それが矢口一人でしょう。違いますよ、別に。私はただハマってるものは何ですかって聞かれたからボーリングって言っただけじゃないですか。だから、そのこの一番端っこのピンを取るのが今超難しくて。でもカーブで取りたいじゃないですか。ストレートでも投げられるんですよね。ねそう、だからその一番端のピンを取ることに今私はですね、ハマっているんですよ。実家坊主さん、もう俺たち別れよ